MLB、メッツセブンスリ3ドジャース、日本時間15日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手は14日、日本時間15日、本拠地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦で2戦ぶりのノーヒット終わった。相手先発の左腕ショーンマナイア2-3-0-2三振。試合後、メッツのカルロス・メンドーサ監督も、 あんな大谷はあまり見ないと思う。でも、それがショーンだとニヤリと笑った。タイミングを外した、マナイアは初回戦闘の第1打席で大谷を追い込んでから92マイル、約148.1キロ、のシンカーを振らせ、空振り三振。3回の第2打席も外角シンカーで見逃し三振を奪った。5回死の第3打席はカズトと、 完全に封じ込んだ。マナイアはその後もドジャース打線相手に高等を続け、5回3失点で降板した。大谷、ムーキー・ベッツ、テオスカー・ヘルナンデス、フレディ・フリーマン、ビル・スミスと続く1から5番を無安打チームを勝利に導いた。試合後、面倒さ監督は、大谷の第一打席で何球か攻めていたことがいい例だと左腕を称賛。 9回最高の打者の一人がああいう見逃し方や、三振した第二打席のスイングを見ると彼は、ボールの見え方に苦労しているように感じたと分析した。チームは一勝一敗のタイとし、16日、同17日、から本拠地で3連戦を戦う。指揮官も、マナイアにとって今日は本当にいい日だったと惨事を惜しまなかった。